はい、どうもおはよう会ガチンコサイクル TV 特派員の鈴田了解すずです。はい、ただいまですね、御嶽のヒルクライムが、はい、終わりまして、こんな感じでね、会場は撤収作業を行われております。で、この会場近辺にですね、美味しいご飯屋さんだったり美しい景色があるということでね、稲雨の小出いつきさんにご案内いただけるということなので、お呼びしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。稲雨信濃山形の小出いつきです。よろしくお願いします。この辺走るのは初めてですか？いや、それがゴールデンウィークの時に4日間くらい滞在してて、へえ、はい、すっごいいい場所すぎて大好きになりました。どこに泊まられてたんですか？この近くに泊まってたんですよね。あ、じゃあもう結構走り慣れてらっしゃるんですね、この辺は。まあ、今月は結構そうですね。この辺はよく走りますか？そうですね、僕あ、じゃあもう地元ですか？そうです。あ、そうなんですね。ここら辺景色とかももう自転車環境最高ですよね。そうですよね、もう信号が平方面にもう一つしかない。いや、でも本当思いました、この間走った時に。もうやっぱ都内とか神奈川とかでやっぱどうしても信号がね、結構ストレスに、はい、なるところを見えてきました。あ、大輔さん。こんにちは。はじめまして。お疲れ様です。稲雨の、はい、この辺もう熟知している、はい、渡辺大輔おじさんです。大輔おじさん、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。ほな行こうか。はい、早速。こんにちは。こんにちは。まあどうぞ。いい匂いする。ありがとうございます。お邪魔します。そしたら大輔さん、おすすめありますか？あのね、ここのそばは何食うてもうまいから、はい、あ、なるほど。ただね、はい、お蕎麦はね、生で食うのが一番美味しいっていうのは、はいはい、猿蕎麦、森蕎麦、 その関係が一番美味しいと思うから、じゃあもうそれですね。おじさんのおすすめは、はい、その系統、はい、ほんなら猿3つでいこうか。はい、すいません。はい、猿3つお願いします。はい、猿3つね。猿3つね。やってて恥ずかしく、自分も恥ずかしくなる。ありがとうございます。逆にありがとうございます。そのやっていただいてありがとうございます。ブランディング大事だから。はい、なら鈴。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ほな、いつき君どうぞ。ありがとうございます。すごい、2枚なんですね。うん、すごい。すごい。やった。いただきます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 。ちょっと香りがすごいということで、何もつけずに食べることをお勧めしていただいたので、その食べ、お勧めの食べ方でいただきます。色が白いさらしなそば。はい、さらしなそばっていう種類みたいです。すごい。お店の方が入れた。いただきます。うん、うん、うん、香りがおいしいです。お塩をつけて食べるのが美味しいんですか？そう、お塩をつけて食べるっていう人もいはる。それもちょっと、うん、後で、はい、やってみます。自分はですね、長野県名物のこの八幡屋磯五郎のこの七味をかけていただきたいと思います。おー、これはね、長野市善光寺のお膝元の八幡屋磯五郎っていう、お店が出してる七味おそばを初めて。すぎたけど、お蕎麦屋さんに行ったら絶対、長野県だったらこれはあります。あ、そうなんですね。そうなんだ。これが、これがなければ蕎麦屋じゃないぐらいだ。そんなに断言できるほど。、はい、すごい。じゃあ、いただきます。
うん、そばの香り、もうこの山椒とかの香りに負けないぐらいそばの香りが強くて、うん、もう本当に相乗で美味しいです。まあ、喜んでいただいて嬉しいです。食べます。ありがとう。じゃあすずさん、この辺が基礎福島の、はい、まあ駅前です。はい。いや、結構なんかなんていうの、昔のいい感じの街並みが残ってますよね。そうですね。この辺はもうこの辺は中山道っていう、はいはいはい、わかります。名古屋まで行けるやつの、はいはいはい、宿場町だったので、あ、そう、それがじゃあ残ってる感じなんですね。そうですよね。それで栄えてて、はい、って感じですね。なるほど、すごいいいですね、この橋も。ね。で、はい。お目当てのジェラート屋さんが、はい、あそこです。はい、お、あのそばまんじゅうお隣のところですかね。そうですね。お、楽しみ。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、おっぱい。ジェラート、あれ。ジェラート屋さん、ジェラートは別腹です。消せないといけないの。ジェラートは別腹です。ここじゃなくてここに入ってください。明日から絶食します。はい、じゃあっていうわけでね。はい、やばいですね。やばいですね。いや、ちょっと語彙力がなくなっちゃう。やばい。もうこちらオレンジシャーベットなくなるほどの。これが、これが、絞りたて牛乳とグレープフルーツ、はい、まあ、ちなみにここで、はい、食べる理由として、はい、ちょっと大人の事情で、お偉いさんいなくて許可取れる、はい、大人、大事、大事ですね、大人の事情。はい、そうなんですよ。ちょっとでもいい感じ、もう、ね、いいお天気のもと、うん、本当に、はい、本当にめちゃくちゃ快晴ですね、今日は。ね、白って素晴らしい。はい、素晴らしい。はい、快、はい、晴のもと ね、はい、青空レストランみたいな感じで、本当に。はい、じゃあいただきましょう。いただきましょう。昨日も来たと。昨日も来ました。昨日も同じです。それに2日食べてももうやっぱずっと美味しい、そうですね、それくらい美味しいシャーベットですね。はい、じゃあいただきます。はい。あー、ミルク。もうミルク。すごい、果肉もちゃんと入ってます。オレンジの、まあ、あのガチンコサイクル TV にみかんさんという方がいらっしゃるんですけど。あ、はいはいはい。みかんさんを食らうという意味でも、はい、食らっていきます。みかんさん食らいつき。取って変わらないと。はい。いただきます。あー、なんかみかんさんが見えました。あ、見えた。はい。食らっちゃってください。はい、食らいました。ごめんなさい。ちょっとふざけた感じになっちゃった。めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃみかんです。はい、めちゃくちゃ。ちょっと果肉も。え？あ、すごい。あ、それ、それみかんさんですよ、それ。みかんさんいた。みかんさんいた、みかんさんいた。みかんさんいました。大丈夫大丈夫。怒られない、これ。みかんさんが、みかんさん発掘していきます。みかんさん発掘。はい。みかんさん発掘プロジェクト。すごい、こんなに。でかい。みかんさん、いただきます。いただきます。どう、みかんさん。うわ、みかんさんもうなくなりました。なくなりました。もう噛みちぎりました。冷凍、冷凍みかんみたいな、そうですね、感じになってます。シャーベットで。ごめんなさい。じゃあ普通バージョン、普通バージョン。じゃあいきます。3、2。すごい、こんな大きい。え、なんですかそれ。みかんが、うわうん、あ、いい、うんついた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 、危ない。でもアイスの中じゃなくてクッキー&クリームみたいになってる。え、僕の絞りたて牛乳じゃなくて鳥さんの絞りたて。やばい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 、最悪。ちょっと色が、色がやばい。よくここすり抜けて通ってきた。やばすぎ。ちょっと車にウエットティッシュあるから一旦こうしとく。いや、でも逆に残した方がいいかもしれない。うん、いい、いいですね。人生初の、いや、それじゃないです。ノーセンキュー。すごいな。なんか風情ある街並みでいいですね。あ、これ酒屋さん。はい。あ、ここで回るんだ。いや、あ、あ。いや、ダメだ。終わった。スタンディングできないんですよね。全然まだ始めて浅いんですもんね。
え、でも言うてロードバイク4年あでもまだ全然ですもん、ね、浅いかあどうなんでしょうなんか、はい、あレース始めたのは去年の9月かなやっとなんか乗れてきたぐらいですよ、ね、そうですよねいやでもそうだと思いますなんか自転車ちゃんと乗れてるかなたまに心配になる時ありますよよいしょすごい坂急に急に現れた激坂よいしょよいしょよいしょおいいこのえ何これめっちゃいい何これ急にめっちゃいいすごーいおスーさんお酒とかって飲まれますか大好きですもう大好きですねこの辺結構、はい、あの七笑いっていうお酒とかめちゃくちゃあの気になってますあと道通ると七笑いっていう大きい看板が、ね、美味しいですか僕お酒飲めないおーそうなんですねだから分かんないけど結構みんな美味しいって言いますねそうですね結構言うあと中則さんあそう中則さんなんかその2つが結構そうなんですよ気になってますよく見てますねあのちょっと最近ちょっと控え酒しててあの控えてれば控えてるほど目には入ってくるんでそうですよねだからもうお酒は本当におすすめですね買って帰ろう買って帰ります決めました買いながら飲んでもらってはいはいってことですずさんねはい、はい、いろいろ回ってきましたけどはいありがとうございました今日はご案内いただいて、はい、いやもうありがとうございますもういろいろいいところ発信できたかなっていうふうに僕思ってますはい、はい、ただあれですよねもっともっと本当はねいや本当はそうなんですよ見てくださいこのいい天気いやめちゃくちゃいい天気ねめっちゃもうねめっちゃいい天気ブツブツしてるんでちょっともういいところ行くとちょっと寒いんですよねそうですねはいだからやっぱ夏いいところにまた行きたいんで、はい、今日はちょっとこの辺で、はい、終わっといてまた夏行けたらなと、ね、楽しみはあの1回限りとかやってやっぱそうそうそう楽しみは残しておくことでより次もそうなんですよ次の楽しみを取っておくことでよく分かってらっしゃるってことでねあのめちゃくちゃ綺麗な映像っていうのがね、はい、あのこちらでございますいや綺麗もうめっちゃ綺麗ほんですねこれはもう生でやっぱ見ないと本当に、はい、来てください皆さんはい皆さん海田高原、ね、おすすめでございますおすすめでございますマジで本当に自転車環境本当に最高ですよね本当に信号ね1個しかないからそれがでかいあの自転車乗りって本当に信号ストップほどストレスないんで本当にもうあのこの綺麗な映像今見ていただけましたよねはいこれをぜひね生で、はいはい、見てくださいお願いします遊びに来てね来てね了解了解